令和3年6月8日、阿蘇市内の各所で特定外来種黄金慶菊の駆除活動が行われました。これは環境省九州地方環境事務所が阿蘇市と南阿蘇村で黄金慶菊の開花時期に合わせて毎年行っているもので、6月2日に行われた南阿蘇村での駆除活動では、 およそ190キロの黄金景菊が駆除されました。この日は、阿蘇市職員と自然公園財団阿蘇支部の協力で、阿蘇市内の黄金景菊生育箇所を回り、およそ50キロの黄金景菊の抜き取りと回収、そして地元住民への啓発活動を行いました。また今回は初めて JR 九州と共同で、 阿蘇駅周辺の線路脇に咲いた黄金渓菊の駆除作業を実施 JR 九州職員による安全管理のもとおよそ220キロの黄金渓菊が駆除されました黄金渓菊は北米原産の菊花の多年草で繁殖力が非常に強く在来の野草や農作物に影響を与えることから2006年に特定外来種に指定されており 駆除の際には必ず根から抜き取る必要があります。九州地方環境事務所では今後も各自治体や地域住民と協力して繁殖を防ぐための呼びかけを行っていくとのことです。